会社の新島城、新島城が明治時代に南山義塾をここで開いた、地元の人たちですから、新島城がその学業に目覚めたのもこの場所なんです。明治の初めに中学校を作った場所なんです。でその日がですね、移動されまして、この家の元向こう側に公園がございます。もう行きません、遠いから。そこに新島城が南山義塾を開いたという日が残ってます。かつてはすぐそこにあったんです。そこにあったんですけど、住宅ができたので邪魔者扱いされて、こっちの公園のですね川の方へ持って行かれたので分からなくなったんです。はい、そういうことで、ここはそういう